ローマで活躍するディバラ、バルセロナへ移籍する模様。ディバラがバルサにオファーされたそうです。彼はスペインでプレイすることを夢見ており、イタリア国外のチームに対する契約解除金は12ミリオンユーロとなっています。バルサは彼をオプションとして考えているが、優先事項ではありません。彼にはプレミアのクラブからもオファーがあります。これはガチで見たい。ディバラのバルサは夢見てたから上がる。もし実現したら最高やな。ディバラエグい活躍しそう。ハマるかは置いといて、花はジョアン以上にあるな。今のローマでの使われ方みたいにディバラに自由を与えてどんなところにでも自由に動き回れるようにしたらマジでバルサでも大活躍すると思う。したらユニフォーム絶対買い。ヤマルの出番減るんじゃと思ったけど16歳なんて出番少なくていいから全然来てほしい。